こんばんは、こんばんは。てる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 。こんばんは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 。流れ星ありがとうございます。ハートありがとうございます。流れ星ハートありがとうございます。結婚してあごたわりです。金のだるまありがとうございます。こんばんは。レインボースターありがとうございます。こんばんは。紫の音符ありがとうございます。動くハートありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。タコちゃんありがとうございます。ハートありがとうございます。こんばんは。結婚してあごたわりです。ラブレターありがとうございます。すごい、なんか今日100回目訪問の人がなんかめっちゃ多い気がする。あ、いた。昨日いなかった。昨日いなかったから100日おめたわ。ありがとうございます。昨日いなかったかな。見て、可愛くない？可愛くない？可愛くない？ありがとうございます。ハートありがとう。ありがとうございます。あら、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。あ、いた。ありがとう、こちらこそありがとうございます。え、かわいいよねこれ。めっちゃスクショした。1枚でいいんだよ。 かわいいよね。我ながらかわいく描けました。花束ありがとうございます。かけるなが超絶かわいい一言。まあごくはも言わないですからね。まあトーク会とかで頼めば 100% 言ってくれると思います。ハートありがとうございます。その服って何？クマ、あ、なんかクマいるやつ。生誕 T シャツの発送連絡来ました。お、楽しみすぎる。ワクワクですね。カメラロールココハちゃんでいっぱい、イエーイ。今度何書いてもらうか、なんちゃって。全然何でも書きます、下手でよければ。金色のだるまありがとうございます。明日シングルのイベントの発表あるって、確かになんかあれだよね、明日生放送、生放送。何時から？6時7時。ゆうえさんの見ました、ブログ。もうね、いやなんか全員にさ書いてくれてるのがさ、まずなんかね、嬉しかったですよ。ゆうねさん本当に優しいのでね。周りがさもうほんわかするからね。あ、21時からか、全然違った。全然違ったわね。早くお話ししたいですね。イベント発表あるといいね。21時から30分、あ、30分なんだね。ハートありがとうございます。今からかけらな来る？いらっしゃーい、いらっしゃーい。え、本当に今日100回目の人多い。みんなじゃあ、まあココハが3日ぐらい、みんなじゃあ平均3日ぐらい見てなかったってことだね。だ、今日の人なんかめっちゃ多い。雨の動物園やるならパンダになりたいです。
もう決まってます、パンダにしかなりたくないです。うっそーん、それはうっそーんですけど、パンダがやりたい。9797すごい、ありがとうございます。金のだるま、ありがとうございます。パンダがやりたい、まだもうちょい、わ楽しみですね。100回目が、こんばんは。ココア、ありがとうございます。かけらの配信、ココアもちょっと見てました。お風呂上がってから見てた。許可もらったので来ました。ココアも見てた、ちょっとだけ。レナの配信は寝落ちね、寝落ちしがちだもんね。あ、ココミ大好きになってる。ココミンの配信がしてたからかな。え、3日は嘘だ、3日以上ココア見かけてるもん。制服申し込んで、うん、当たりますように。オーディションと22時もあってできるの、できる、知らなくて見逃して回帰カーピン。今日がマジで多い、あと4日で。え、ココア見てたよ、レナの配信。コメントはしてないけど見てたよ。なんか英語禁止ゲームとかやってた。はじめまして、頑張ってください、ありがとうございます。レインボースター、ありがとうございます。あ、来た、来ちゃったよレナ。あら、なんかさ、久しぶりじゃないですか。こんばんは、レナ来た。予定あったね、もうありがとう、いつも。レナ来ました。でもね、レナが配信始める前もね、ずっとね会話してたもんね。で、そう、なんかさ、お風呂上がりだったら絶対ほっぺ赤くなるの、最悪なんだけどね。みおたんさん、今日も出てますね、チーム E。 ほっぺ赤いのは触れないで。触れないでください。キレナの私生活は乱れてるとか乱れてないとか、乱れてないんじゃない、知らないけど。ビギナーって何。君のことだよ。グループで、グループで何、星なんですけど、ビギナーは君のことだよ。お酒飲んでねーよー。飲める年じゃないし、なんかお風呂上がり絶対赤くなっちゃうんだよね。ビギナーの方がいいんじゃない、ビギナーの方がさ、いいと思うよ。ビギナーでいいと思う。だってなんで取れないんだよ、ビギナー。取れません、取らない方がいいと思うよ。先輩誰見たらほっぺ赤くなりますか。誰でしょう。お風呂入るの早いね。そう、やること盛りだくさんだから、配信の前に入っとこうって思った。巡りがよく。確かにビギナーの方がさ、分かりやすいよね。だってココアもさ、ビギナーついてないからさ、レナにコメント欄で見つけてもらえなかったもん。ココアはね、割ともうね、1日目ぐらいでビギナーは外れました。このルーム始めて1日目ぐらいでビギナーを取れました。レナと話すときは顔赤くなりますか。なるかもね。かきれな見て、ココアかきれな推しなの、知らないの。ビギナーお揃いの人いるやん。ココアかきれなの前だと顔赤いやつ、それはそう、それはそう。ねえ、昨日さ、レナの配信でさ、ココアさ、最近前髪ないですよとかコメントしたでしょ。前髪ない時ないんですけど、私。前髪なかったことないんですけど、逆にね、逆に一回もないんですけど、そしたら誰かがさ、ココアちゃん前髪薄いだけですみたいな。もうそれがツボすぎてさ、ちょっとおもろかった。なんかさ、誰かがそのココアちゃん最近コメントじゃない、前髪ないですってコメントしたら、レナが、ココア前髪ないのみたいな。そしたらさ、誰かが薄いだけですみたいな。
もうその一連の流れがさ、一人でツボだった。いろいろツボだったんだけど、その一連の流れが。前髪なかったことありません、私。死ぬ、生きろー生きろ生きろ。英国派あれですよ、公演がある時とかはさ、こうやって分けてさ固めてるから大丈夫ですよ。前髪一人でめっちゃ笑ってた、その一連の流れが面白すぎて。いや、ありますって思って今日のレナの写真、うん、面白かった、面白かったっていうか可愛かった。普通になんか赤ちゃんみたいで可愛かった。友達いなくて寂しかった。いたじゃん、友達いたじゃん。黄色のだるま、ありがとうございます。かけらだるまがなんかすいません本当ですよ。面白い写真見たい。今日はね、レナはね、可愛い写真でした。ただの可愛い写真だったよ。ココハって前髪薄いのかな知らない方友達じゃん。ココハって前髪薄いのかな。あんま自分で薄いと思ったことはなかったけどあんまり自分で前髪薄いと思ったことなかったけど、薄いのかなこれは。ちょっと気まずいこと言わないで。あ、今から自撮りしてみんなの元へ届くらしい写真が。薄くないよね。薄いのかな、ちょっとわかんないんだよね。あんまりなんか減らした記憶はないけど、どうなんだろうか。わかんないね、微妙。バブル感、バブル感はちょっといらないかも。昨日より前髪ありますよね。いや、集結させただけですね広げたら薄くなるかも。てかね、なんか配信をなんかこのさ画面通したらさ、なんか眉毛も濃く見えるし、なんか前髪も薄く見えるっていうさ、自動リス的なそういう謎の現象を起きる。そう、今集結させてるだけ。また明日、そうだね、また明日だね、また明日だね、この4人ってリアルココハニー、それはまあ許可取ってください。レナの前髪に回せる。レナさ、なんかさ、レナっていつもさ、ねえ前髪変じゃないみたいな聞いてくるけど、全然変だったことがさ一日もないんだけど。もうほっぺもっと赤くして前髪に前髪ね、あれですよ、公園ある日とかは綺麗ですよ。私ちゃんとやってるから今お風呂上がりだからね、なんせなんせ。いつも左耳、うん、左耳出してる、いつもそういう髪型ですので、直接見に来てください。ゆねさんの見ましたてかさ、なんかさ、見ました、あのさ、なんかなんだっけ、コラボじゃないか、なんかさ、中華のさお店とのやつあるじゃないですか。なんていう店だっけ、ちょっとね読み方が分かんなくて一回調べたんだけどね、ちょっと忘れちゃったんだけどそう、安くなるよってやつ、そう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 。あれさ、ココハがさ、今年初めてだっけの S だっけ、ちょっと忘れ、いつか忘れたけどさ、ココハがさ、中華のお弁当でさめっちゃ美味しかったってさ紹介したの覚えてる。まさかのそこだったっていう、びっくりじゃない。そのさ、知らなかったんですよ、その時なんかその安くなるキャンペーンが始まるって知らなくて、まあ中華好きといえばココハみたいなところあるじゃないですか。だからもうその中華っていうのが本当嬉しくてそう、みんなにさ美味しかったってさレナがなぜか
固定コメント。え、そうで紹介してたじゃん。そしたらなんとキャンペーン始まった。やっぱもう少しいることでした。可愛すぎてくさーって感じ。キューピットくまちゃんありがとうございます。ココハがさ、食べたのさ思い出せましたよ。ココハが食べたのは、あ、そう、まあ、ナマステのココハでもあるんですけど、まあ、中華のココハでもあるんですけど、ココハが食べたやつがもう判明しました。食べ歩き行きたい、食べ歩き行きたい。え、これ中華大好きなんですけど、え、食べ歩き行こう。じゃあ中華の食べ、中華の食べ歩きとかあるの？どこにあるの？え、あるんだっけ、なんか兵庫とか。ない、ないかない。ある。ココハが食べたやつはあれでした。でもなんかメニュー見たんですよ。でもね、メニューにね、なかった。なかったんだけどさ、どうなん、どう、なんかね、ココハが食べたのやつはなんかね、チャーハンの上にあのサンラータンが乗ってるやつ。兵庫に招くよ。え、兵庫に招いて、私のレナパパに会いたいな。あ、兵庫あるの？中華街的なの。行きたい。焼き小籠包ってある？なんかね、そう。でもね、なんか調べたんですけど、なんかね、売ってないっていうか、メニューにね、探せなくて。なんですけど、ココハが食べたのは、なんか、そう、ご飯の上にサンラータンが乗ってるやつ。乗ってるっていうか、乗ってないんですけど、なんかトレーで。って感じなんですけど、それを、え、ここはさ、サンラータンを多分その時初めて食べたんですよ。めっちゃ美味しくて、だからもうマジで食べてほしい。安くなるからさ。いつから始まるんだろう、ちょっとよく分かってないんですけど、マジで安くなるし、マジでサンラータンマジで美味しかった。初めて食べたサンラータン。そう、サンラータンがかかってました。焼き小籠包派です。邪道と言われますが邪道と言われますが、焼き小籠包派です。え、そう、なんかね、サンラータン麺っていうのもメニュー見たらあったんですけど、ご飯ね、サンラータンとチャーハンのやつでした。え、あんかけチャーハンなのかな。でもさ、なんかサンラータンっぽかった。あんかけチャーハンのあんってさ、ピリ辛？レナハ行くよ。メイロくん、レナハ行くよ。だって。え、だよね、そうだよね。え、そうなの。レナハ行くよ。だって。え、そうなの。絶対ね、あれね、サンラータンだったけどね。え、違うのかな。ちょっとね、わかんないんだけどね。違ったのかな。でもサンラータンだったと思う。絶対絶対そうだと思うから、サンラータンを食べてください。ココハのおすすめはサンラータンです。焼き小籠包本当に好きなんですよ。確かに肉しかない。え、いつからなんだろう、もう始まるのかな。じゃあもう次劇場行く時にもう安くなるから、食べに行っちゃってください。28行くしかないですね。え、ココハもまた食べたい。またお弁当出ないかな。本当に美味しかったっていうか、まあ本当に中華が好きなんですよ私。あ、1月14、じゃあもう始まってますね。サンラータンめっちゃ美味しかったですよ。なんだっけ、上海なんとかなんとか、めっちゃ美味しかったです。まあココハがね、中華好きっていうのもあるんですけど、スーパーに売ってる。え、美味しそう。あんかけチャーハンなのかな。でも多分サンラータンだったぞ。多分サンラータンだったけどな。タンパオか。ココハでいっぱいになりそう。みんな覚えてて。まあココハから当選者がさあ、いっぱい出るかどうなのかね。初日当たってほしいよ。え、そうそう、ちょっと酸っぱい感じの。
上海短パを召喚って感じですね。そうそう、とろみがあるやつおすすめです。そう、しかもキャンペーン中だし、サンラータンを最大限まで辛くして今日から、ぜひ月好きになってください。私ね、中華めっちゃ好きなんですよね。そう、でもね、そう、酸っぱ辛いやつだった。わ、ホルモンチャーハン美味しそうか。ホルモン好きだからさ、ホルモンチャーハンっていうものは食べたことないけどさ、いや、カニあんかけじゃなかったもんな。だから絶対サンラータンだと思うそう、本当に美味しかったからおすすめです。中華大好きですね、私。ちょっと普通に中華街行きたいな。いや、夜ご飯食べてないの？それはもう中華食べたくなってきちゃうよね。そうそう、食べに行ったら分かっちゃうよ。あ、酸味あるの苦手なんですね。でも全然、なんかめっちゃいっぱいメニューも豊富だったからさ、エコカホもさ全制覇したいぐらいなんですけど中華好きすぎて。ハートありがとうございます。中華テロお待ちしてます。ホルモンラーメンとか美味しそう。わ、韓国どこだ。私韓国語読めないんですよね。アニュハセヨね。ココハも中華大好きだからこのコラボめっちゃ嬉しい。金のだるまありがとうございます。初日の制服の初日のお弁当、それがいいな。仕事帰りに中華があるの羨ましい。ホルモンチャーハンって名古屋名物になるかもしれないの。最高、名古屋名物になってほしい。そしてどんどんお店が増えて家の近くにもできて定期的に食べたいなね。当たらなくても、当たらなくてもさ安くなるの？なんか何かを見せたらみたいな書いてあったよね。ちょっとね、ちょっとごめんなさいね、あんまり読んでなかったあ、韓国語でココハってそうやって書くんだ。ちょっとかわいいね、かわいい感じだ。いえ、絶対中華がいいと思いますよ。値段は気にしないかっけえ。公演入ったので、あ、権利持ってるんだ。あ、チケットあればね。なるほどね、権利持ってます。かっけえ、権利持ってます。うななんちゃら行ったことないです。多分どこも行ったことないよ、ココハうななんちゃらも行ったことないよ。あ、1ヶ月権利あるの。じゃあもうめっちゃ行けるね。え、ココハもその権利欲しいココハもその権利欲しいんですけど、ください。僕が横浜は中華料理店、電子チケット、なるほどね。ごめんね、ちょっとココハも権利ください。メンバーですとか言ったらいいかなえ、本当に食べたい、また食べたいよ、ね、1ヶ月も権利あるのやばいですね。え、マジで強すぎ。え、みんないっぱい行こう中華はどこの味付け、え、わかんないんですよね。でもそのなんかね、ちょっとわかんないんですけど、辛いのはあんまり得意じゃない辛いのはそんなね、お弁当で出ることをさちょっと期待してますけど。わあ、山椒ね、山椒はちょっぴり苦手です。そう、中華好きだけどさ、ちょっと何風とかわかんない。いや、なんかね、でもなんだろう、そのサンラータンの辛さとかは全然好きだったし、なんかね、でもここはしかもさ、あの担々麺とかも好きだからさ、割となんか自分で苦手とか言ってるけど、食べれないわけじゃないのねむずいよね、激辛とかが無理っていう感じかも。
ラー油とかも好きだから、その麻婆豆腐にお家でさ、ママが作ってくれる麻婆豆腐もなんかめっちゃ好きなんだけど、なんか家で作るからそんな辛くしないんですけど、でもラー油で割と辛くしちゃうあのぐらいには、あの好きですね、辛いのむずい。え、まあそうそう、程よい辛さならって感じです。担々麺好きですね。台湾まぜそばね、まだ食べたことない。台湾ラーメンとか、そうそう、辛いにも種類、山椒を何回買ったのね、蒙古タンメンは食べたことないです。食べたことない。そう、そもそもカップラーメンあんま食べないって言われて、蒙古タンメンも食べたことないけど、いけるのかなね、四川風とかあるけどちょっとわかんないかなちょっとあんまりわかってない。あのまあにわか、にわかって感じ、中華にわかオタクです。え、納豆入れるの？これでも納豆は毎日食べるようにしてますよ。汁なし担々麺ね、広島有名っていうのはさ、あんま知らなかった、ここは麻婆豆腐とご飯ってね、合いますよね。あ、え、蒙古タンメンってお店があるんだ。知らなかったかも、それは。普通にカップラーメンかと思った。え、そう、納豆を健康的にと思って、健康目指してるからさ健康目指してるから、汁なし担々麺、え、汁なし担々麺そんな食べたことないかも。絶対担々麺の方が食べてると思う、人生で。広島有名なの知らなかった。え、そう、お店があること知らなかった。四川なんとかなんとか担々麺美味しかったです。汁なし、うわ、ナッツ大好き、ナッツ大好きです。じゃん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 。名古屋、わかんない。え、お店あるの初知りですね。大富豪22期ね、出る予感もしてないですけどわ、読めないわ。四川なんとか、上海、北京、うわー、2個目読めないわ。こんばんは、初知りでした。広東読めなかったわ、読めなかったわ、読めませんでしたでした。聞き線、あ、OK です、気をつけて移動してください。関東にしかないんだ。あ、そうなんだね読めないよね、読めないよね。中国の地名とかは読めなそう、ここは読めなそうです。そういえば、あの昨日教えてもらったなおさんが出てる春になったらは途中まで見ました15分30分も見てないかも、ちょっとだけ見ました。蒙古タンメン、セブン冷凍食品もあるんだ、ちょっとだけ見ました。でもいいお話そうだった、最終話とか泣けそうなお話だった誰だっけな、なおさんとなんかね、なんかね、芸人の人が出てた。いや、わかんない、蒙古タンメンが食べれるからさかはちょっと未知です。誰かが食べてたら食べたいな一口ぐらいもらったら、もらいたいな。どうなんでしょうか。
何系の辛さかにもよるな。唐辛子っぽいけど、山椒系はちょっと苦手なので、山椒系だったらちょっと食べれないかも。あ、木梨のりたけさんだ。え、食べれないと思う食べれないと思うか。じゃあ無理かも こんばんは。でん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 こんばん。うまみのあるからさ。もう米、え、メシもあるんだ。メシ、あ、辛さ選べるの？お店だと選べるんだ。じゃあお店の方がいいね。なんとか飯、飯美味しいよね。あ、辛いの苦手。やっぱ辛いのってね、苦手ですよね。痛いもんね、あの、痛いからそう、山椒系はね、ちょっともう当分食べてないけど、苦手意識があるだけかもしれないけど。何々、北極とかあるの？北極とかあるんだ。赤から鍋ね、なんかよく聞くけど、飯系で一番好きなの、飯系ってなんだろう、チャーハンとかそういう感じ。パエリアかなあ、辛いの入れなきゃ、あ、そういうやり方があるね。何何、辛魚みたいな。あー、そういうこと。北極っていう名前が一番辛いんだ。北極、じゃあ南極が一番辛くないのそう、チャーハンと迷ったけどね、なんかそのなんて言うんだろう、レア度レア度も含めてパエリアかなみたいないや、海鮮も好きなんですよねちょっとレア度もね含めてパエリアかなみたいな。そこはチャーハンといい勝負してたんですけどね。レア度含めてパエリアにしてみました。まあ時によって一番は変わると思いますけどね。飯系ってでも何があるんだろう他に。パエリア、チャーハンぐらいしかちょっと思いつかないな。ピラフとか、あとはなんだろうね。ナマステ途中、もう全部好きなんだよね。あ、何があるんだろう。飯系がそもそもちょっとあんまり思いつかないけど。あー、天津飯とか。ロコモコね。あ、牛丼ね。カレーもか。カレーライスもか。ニンニクチャーハン。丼物、あ、丼物だったらそうなのか。え、じゃあネギトロ丼かな。確かにリゾットとかも好き。焼き飯とチャーハンの違い分かんない、同じかと思ってた。海鮮丼とかめっちゃ好きです。ガパオライス、うな丼、うわ美味しそう。うな丼こんばんは。かくれん名物、名古屋名物多いね名古屋名物、うわ、中華丼好きだわ。中華丼好きでした、そういや。中華丼好きでした。は読めない。そうね、丼物入れちゃうとね。天丼とかも好きだしね。選べません。飯系は全部好き、オール全部好きです。全部好きでした。丼物好きですね、結構割と何でも。お仕事中なんだ。カツ丼はね、あんま食べたことないかも。ゴム缶かけチャーハン好きです中華の名物、あ、そうなんだ。お寿司ね、もうお寿司ずっと食べたいと思ってる。チャーハンはスプーンで食べる、レンゲで食べる。レンゲかな。すごい、料理できるんだ。丼物いいよね。丼物いいですよね。
こんばんは。12期生で行ったし全員で12期生の全員行動ってマジで難しそう。永遠とネギトロ食べてる。ここはまあネギトロも食べますね。でもサーモンも食べますね。あとはね、何食べるだろうな、いつもアナゴも食べますね。でも割とね、いつも5、6皿なので、その見てよ、1、2、3、何食べてるっけ、いつも。あ、サバを食べる時もありますね。サバ食べる時もありますけど、調理師免許持ってるの、すご。あと何食べるだろうな。サバは食べる時もあるって感じ。あとは何だろうな、ご飯は5皿とポテトかもいつもあの回転寿司行った時は5皿とポテトかもしれない。何食べてんだろうな、マジで行ってなさすぎて分かんない。サーモン食べ放題とかずるすぎ、いいな。そんなのあるんですか、どこにあるんですか、教えてください。まあでもどこにいるんであるんですかって言ったらさ、あさってのさ居場所特定されちゃいますね え、すごー。でもここはもう20皿ぐらい食べれそう。なんか食べたことないけど広島アナゴ有名なんだ、へえ。ね、サーモン食べ放題行きたいけど、教えてほしいけど。あさって特定されちゃっていっぱい人が来るかもだけどねえ、境にあるんだ、行きたい。サーモンの食べ放題とか行きたいな。サーモンの食べ放題とか絶対美味しいじゃん、いっぱい食べちゃうよ、店の在庫なくなるぐらい食べちゃうよ。サーモンパンチ、わあそこなのかな。わさび醤油で食べますね。ね、サーモン食べ放題ってめっちゃ惹かれません、なんか。食べたーい。穴子飯、確かに穴子飯あるか。確かにコストコで売ってるようなサーモンとかさ、マジで丸かじりしたいわ。あ、楽しみにしてこう。サーモンって美味しいですよね。たまに食べたくなるけどさ、サーモンね、サーモンユッケ、ユッケ食べたくなっちゃうけど、あんま食べないなサーモン食べたくなっちゃった。アトランティックサーモン、なんだそりゃ。サーモン美味しいですよね。サーモンマジ美味しいね。コストコのサーモン一人で食べたい一人で食べたいな。こんばんは、こんばんは。うわ、サーモン麺作って食べたい。明太子食べ放題も行きたい。油のりの、いやでも油のりは良くなくていいかも。ここはちょっと胃が油のりはそんなにちょっと良すぎても贅沢なんだろうけど、ちょっと胃がって感じかも。へー、中の美味しいんだ。マグロ食べてるの、マグロのさあんま食べないかも。ネギトロ食べてるくせにサーモンの親子、この間さ、なんかサーモンのさ親子
のさおにぎりあって、それ食べたら本当美味しかった。でも高かったからもう一生買わないと思ったけどだけどさ美味しかったよね。飯テロしちゃう、なんかどうしてもいつも。ココハからさ仕掛けてる、もしかしてこれっていつも。ココハ的にはなんかいつの間にかって感じなんだけどさ、もしかしてココハから仕掛けちゃってる。帰り道お腹すくよね。持ってくね。食べたい。確かにサーモンの色って可愛いよね。縁側蒸しエビ中トロだけで無限ループしてます。お腹すくよね。気になる。ココハから仕掛けてんのかな。わさびは入れますね。入れない時もあるけど入れますかね。割と。こんばんは。サーモンパンチってお店なのかな。夜ご飯我慢して。なんでなんで。ね、しゃべるだけで幸せになれるご飯って。まあ今日は仕方がないですよね、キャンペーンやってるから。あ、いい公園終わりました。セイクの目入ってください。なんかいつもさ公園行ってるよね、羨ましいな。あと1時間も食べ物にありつけるまで。太ったからいえん。公園、ご飯もなんか見に行きたいな。何の公園でもいいからさ見に行きたいな。何でもいいから見に行きたいな。マスの寿司、マスの寿司ってさあのさ丸くてピンクなやつだよね。あれめっちゃ好きなんですけど。お母ちゃんからピエン、確かにピエンって久しぶりかも。なんかでも日常でめっちゃ使ってる気がするけど。確かに。あ、そうか、インフルだったか。B 型だったわ、そういや。ね、ほんと公園行きたいですよね。見に行けんのかな、わかんないな。やっぱね、現地って最高ですから。マスの寿司ってね、あれですよね。ピンクの丸いやつですよね。俺で食べたことはないけど。いや、あれですよね。あれめっちゃ好きなんですよ。あれ美味しいですよね。丸くてピンクのイメージでした。でもそういうやつですよね。あれめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きなんですよ私。コーネ、コーネ、コーネって食べたことあるよ。サーモンパンチ閉店してるんかい。じゃあ違うか。閉店閉店。柿の葉寿司、おい、柿の葉寿司、柿の葉寿司。こうね、広島だけ。わかんない、広島なの。目が乾燥するよ。広島なんだコーネって、それは知らなかった。広島って意外とすごいかも。広島意外にすごいかもしれない。離れてみて気づく広島の偉大さですよね。あ、酒屋はやってるんだ。マスの寿司って名義で買えるの、
欲しいんだけど、マスの寿司欲しいんですけど。広島に興味津々です。嬉しい。広島めっちゃすごいんだ。やったね、そんな広島県民です。え、広島好きな北海道民です。嬉しい、嬉しいです。私も北海道好きですよ。あ、行ったことはないんですけど行きたいなって思ってます。でももう私は3ヶ月も広島に降り立ってないということで、3ヶ月 ?11、12、13 ヶ月くらい名乗れるだけらしい。イエーイイエーイ。3ヶ月、え、初めてですよ。もう1ヶ月もさ広島にいなかったこと長いもん。広島にいなかった1ヶ月もない。ん、合ってる。日本語って難しい。わかんない。名古屋に染まってんのかな。染まった感はないけど、もともとなんかさ広島意味が強い女でもなかったからな。夏に遊びに行きます。-15°C、キャー凍りそうだね顔が。正月戻ってないですよ。2日間入れ替えるとしても2日間だったのでやめました。大都会だと感じた広島。うっそー。まあ確かにね、広島駅があるところらへんはまあまあ大都会っていうか、もう割となんか名古屋と似てますよね、そこらへんは。だから割と街の風景に似てるところもあるなって思った。ここ広島っぽーみたいな。だからまあ似てるのかもしれないね。広島はね、都会っていうかまあね、田舎と都会の差が激しいだけだと思う。だからその県外から来る人が行くところは都会なんだと思う。でも地元からしたら田舎って思うかも。アストロムラインは2回しか乗ったことない。そう、差が激しいの。え、そう、名古屋広島っぽいところある。愛知も変わんない。やっぱそういうもんですよね大体。新幹線確かに止まりますね。そうですね、全部止まりますね。新幹線乗りたいな。新幹線好きですよ私。好きなんですよね。スカイ、なんだそりゃ。岐阜田舎、そうなの。岐阜新幹線は好きです。今度乗るの。いいな、いいな。幕張行ってみたい。幕張行きをするようになってる。すげえ。すげすげえ。結婚してお断りです。絶
28は新幹線乗ってください。警備線、ああ警備線ね。新幹線のココハ、あとありがとうございます。畑ね、広島も全然もうあとで一面田んぼのとこだってありますからね。新幹線の最寄り遠い函館ね、北海道ってさ広いからさそういうことが起きちゃうよね。広すぎると大変なこともあるんだね。スマート EX 毎日見てられる。新幹線ね、長野は行ったことないです。長野は行ったことない、行ってみたいとは思ってるけど行ったことないです。長野は行ったことないですよ。長野県、長野県、流れ星ありがとうございます。12時間、わお、北海道広北海道広いな。長野いいよね、行ったことないけど。じゃじゃらん、確かに地方の話もよくしてるかも。そんなに行ったことないのに、ここはそんなにいろんなとこ行ったことないのにな。うん、そんな行ったことないよ。でも本当にね、横浜と京都はね一人旅行したい。それは割とやりたいことです。すごい、全都道府県すごいな。やっぱ推しに影響されるよね。そう、行きたいんだよね旅行。横浜憧れっていうか中華街が好きだからって言われたんだけど。ね、一人旅いいよね。一人旅自体はしたことあるんですけど。やば、大学の時京都に住んでて今ココハじゃんそれ。すごっ、全都道府県ってすごくない？横浜踊り出すか、踊り出すかい。金のだるま、ありがとうございます。横浜に引っ越してくる。横浜ね、横浜のさもう本当になんか中華街のど真ん中ぐらいのところのホテルに泊まったんですよ、その時一人でね。そうだからなんかさ、ホテルのさチェックアウトの時間にさもう出なきゃいけないじゃないですか。で出たらさまだ中華街とか全然空いてなくてさ、ちょっと
ょっとあのなんていうの気まずかった一人でわーちょっとこの時間どうしようと思ってたんですけど、まあカラオケで時間潰してました。そこのなんかカラオケなんか横浜にしかないカラオケ店なのかな、なんか初めて聞いた名前だったんですけど、なんかめっちゃ安かったですね。え、そう、割とそうそう10時とかで全然空いてなくて、全然空いてなくて一人で一回中華街をさなんか一周とかしてみたんですけど楽しかったですね。思い出ポロポロって感じ。今何時ですか？今何時？だってだってる56分、あと4分だ。割と今ここは追い込まれてるから。やることたくさんなんですよ。割と今追い込まれてるんですよ。だからメールも送れてない、あんまりごめんね。でも追い込まれてるからちょっと許してピョンって感じで。そうでもさすがに昨日30分やってさ、まあ、30分やっぱ短いなって思ったからさ、割と追い込まれてるいつも私だけ追い込まれるんだけど22時ぐらいそれやばい。イルスピョンありがとう、ファイトありがとうございます。いやいや、こちらこそですよ。1分で見れたら嬉しい。努力家とかじゃないですよ、やらなきゃいけないので必然的に追い込まれなきゃいけないみたいな。いやー、あー頑張るかって感じ頑張るかパパ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 パ、こんばんは、こんばんは、頑張るかそう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 、やることは迫ってくる。そうなんですよね、無理せずありがとうございます、かっこいい、ありがとうございます。12キロリーダー的存在、どうなんでしょうね。リーダーとかも向いてない気がするけどまあでも最年長としてしっかりしようと思ってますよ誰かね知っとるね、しっかりしてる人がいないとね、やっぱいい気にしていきたいですから。結婚してアコタアリです。博多の推し、そうなんですか、誰、本当、あ、そういえばあれ見ました、アイドル失格の1話、 NMB の方が出てるやつ。なんかさ、イワニャンルームでさ、そのアイドル失格に出てる NMB の方にさ似てるってさ言われてたけどさ、似てなかったそう、イワニャンルームで似てるって言われてたけど似てなかった。アイドル失格見ましたよ、ドラマ面白かった。ぜひ皆さんも、皇帝のこういうのやりたいんですよね。あ、そうそうそう、みかにゃんさんかな、アイドルしく、面白かったですよ、いいドラマ、そうだったよ。
あれ30分ドラマだから見やすいです。あ、ありがとうございます。お時間です。そろそろ終わりたいと思います。皇帝の子犬ね、やりたい、やりたいって言ってもちゃんとそう犬役、耳つける役でやりたい。あんあんじゃんじゃんじゃん。ココハはココハもちょっとリスペクトしてあんあんでやりたいな。今日もありがとう、こちらこそありがとうございます。まあまあ見ればできます。じゃあ一生やらんとこかな。おつおつてれれてれてれてれ、今日も一日お疲れ様でした。お、夜ご飯作ってる、えらい。そう、あんあんですよね、やっぱそこはね、リスペクトしてね。だって生きてほしいからですよ。はい、じゃないと、こちらこそありがとうございました。美味しいご飯目指し、そうですね、美味しいご飯にやりつけてください。おやすみなさーん、頑張ります。おやすみなさーい、おやすみ、みみみ、見れてもいきます。おやすみー。